京都桂の五条通りにあります1号線ですね。横綱久しぶりに行ってまいりました。なんかね、チャーハンがセットでこんなんができてたんですよね。250円でこのセットがついてるという、これ何やったかな、鉄板チャーハンか、鉄板チャーハンセット。これ卵を後で入れるんですね。ほんで自分でこうぐちゃぐちゃと混ぜて食べてくださいということだったんですが、なるほどなるほど、なかなかのエンターテインメント考えてある。で上にネギを乗せていただきました。いい感じですね。で、まあ、定番のラーメン、680円でございます。メンマもいい感じでございます。いつもの、チャーシューでございます。で細めの麺と、細麺が好きなので、ね、いいですよね。なんか安心して食べられるっていうか、たまに食べるといや美味しいなと思います。で、鉄板チャーハンをいただきつつ、これね昔からあれなんですけど、生卵これ絡めて食べるのが僕好きなのでございます。まあこんなことしたら絶対美味しいんですけどね。でニントンがありましたので、ラーメンじゃなくて、チャーハンの方に入れました。まあまあね、まあこれはこんなことすると絶対に美味しいわけでございますが、で最後にいつものこれネギ食べ放題も貴重になりましたね。店員一ももう、ネギ有料になりましたので、ネギの時間ですね、上にかけてチャーシューと一緒にいただきますと。いや最高です、いいですね。ラーメン横綱昭和47年なんですね。これで締めて1030円でございます。場所は、あれですね、桂野というか1号線の五条通りの、ところら辺でございます。ここできた時に行ったんですけど、横綱の中でもすごい美味しい、なんていうんですかね、直営っていうんですかね、やったと思うんですよね確か。ここの横綱は間違いないと言われているところなので、いや非常に美味しかったでございます。横綱でございました。チャンネル登録よろしければこちらでお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。